はい。これは刺し方はこっちに力をかけてガチャッハードディスクをクローニングしてやっていきたいと思います。じゃあ、このライフブック A561C というノートパソコン、こちらの方をこれもね、あのメモリを増設してなおかつ SSD に交換するってことをやっていきたいと思います。じゃあまずはこれはメモリを付け替える。メモリはここの真ん中の蓋を取れば外れるんでやっていきます。やっていきましょう。じゃん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 と、はい、2本のメモリが刺さってます。で、これは片方が2ギガ、片方が2ギガで、iNICとサムスンの2ギガ同士のやつですね。なので今回は4ギガ同士で8ギガ、こちらの方を刺していきます。じゃあ刺しますよ。はい。これは刺し方はこっちに力をかけてガチャッとやるだけですね。はい、これも同じようにこっちにカチャッと入れて倒す。以上です。メモリの差し替え超簡単で、これはネジを、あとはここでネジネジネジってやればもう完了ですね。はい、じゃあこれで起動してみましょう。ん？うんもすんも言わないけど、コンセントが刺さってなかった。よいしょ。今起動中ですね。ん？まだ起動しないですか？まだ起動しないですかね。遅いです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 ね。今回はデータ取り出し用にこのクロート指向簡単ハードケース、これを使っています。これね、何がいいかっていうと値段が安いで、まずはねデータを取り出すために SSD をね、交換する SSD をつなげていきたいと思います。こんな感じでね、ハードディスクのところにこう SSD とりあえず差し込んで、暫定的ですね、外付けハードディスクとかはい使ってしまいます。とりあえずメモリがですね、この 1.35V で、要は全部低電圧でね、認識されてますね。で、なおかつ、ちゃんと 8GB デュアルチャンネルで認識されています。というので、安心。これでね、まずメモリが 2+2 の 4GB から 4+4 の 8GB になりました。次はハードディスクをクローニングしてやっていきたいと思います。まずはね、この Chrome を立ち上げて、Ease to do backup。これをインストールしてクローニングしたいと思います。この Ease to do backup のフリー版を落としていきます。パーティションマスター無料版でもいいし、 to do backup フリー版、こちらですね、こちらを落としていきます。無料ダウンロード。これ無線 LAN のやつがおかしいね。これがおかしいんだ。まさかのフーフー作戦聞いたな。インストール進みました。難しいね、パソコンって。パソコンってなんて難しいんでしょう。 to do backup こちらの方を起動します。 Chrome はここでね、ここをクリックして元をここにして、次へで先をここにして、高度なオプションで SSD に設定化、これをやることによってアライメント調整されてされます。で、これ次に行って、今ね、こうなるんで、ちょっとこうサイズが空いちゃうね。サイズ空いちゃうから、こいつのサイズをこうすればいいんだ。よし、OK。で、これを今、250GB のやつを 500GB の SSD にコピーします。はい、時間でだいたいどれくらいかな。今、5%。まあ、30分くらい。これだけでも終了なんで。端子錆びるんで。556。
接点復活剤になるんで、みんなよく知らないけど、アンプとかザリザリ言う時とか大五六やって治ります。やりすぎるとマーク取れちゃって、それはそれでマーク切れしたりするから、よく考えてやらなきゃいけないんだけど。じゃあ、このディスクのクローニングが 100% で終わりました。なので完了をして、あとはもう全部閉じちゃいます。閉じ閉じで、シャットダウンをします。ダウンできません。できました。まだできてないな、これライトついてるから。はい、ということでシャットダウンが終わりました。じゃあこいつを裏返して、はい、あれドライバーどこだ、上かな、あった。じゃあ交換していきたいと思います。ズン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 と、はい、行けばいいかな。このメモリのところも多分開けちゃうんだな。ちょっと一応念のため開けといて、はい、これだけです。これだけで取れちゃいました。ドライバーでこいつを取っちゃいます。2箇所だけのマウント、これを取って、よいしょ。でこれをこんな感じで付け替えます。ついてるのは厚さが違うんですね。なのでこれがね、あの 9.5 ミリに変換するアダプターなんですよ。アダプターという厚さを、これで 9.5 ミリになったんで、こっちな。で横のここのドライバーを組み付けると、たったこれだけですね。ピューッと、でこれを付けて、キュッと、はい、でこれをこっち付けの、こっち付けのネジを付けの、おい、運命のドキ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 ってさ、ピッ。ちょっと初回は起動が時間かかるけど、まあそれでも早い。もう起動しちゃいました。ということでちゃんとこの SSD が起動して認識されてるか確認していきますね。デバイスマネージャーでディスクドライブですね、 MX500 っていうこの SSD が認識されてます。ということでもう起動完了しちゃいました。もうこれでおしまいです、はい。で外付けハードディスクはこのケースにこいつを組み付けます。じゃーん、じゃんじゃじゃーん、これだけで完了で、あとはこのケースを取り付けたら、はい、なんとなんと外付けハードディスク完了。じゃん、外付けハードディスクも完了して、こいつの改造も完了。費用は1万円ですということで、ノートパソコンの方の改造が完了しました。イエーイ。シャットダウンすごい早いんで、